どうもこんにちは、ガゼットです。こんにちは。ギターの葵です。ベースのレータです。ボーカルのルキです。ドラムの海です。ギターの岩です。ツアーやる前とは印象が違く、なんかこのまたライブの楽しさをこう改めてこう実感したような風に僕は感じましたかね、うんうん、まあそうですね、なんか出来上がった時よりも思ったよりもフラットだったというか、やってみると最初は本当にドグマの世界があってなんかちょっと囚われてたような気がしてて、いざライブやってみると結構こう自分自身のこう内なるものを出せるような感じで、ちょっと作った時とやってみた時ではだいぶ違いましたね。なんかもっとこうガゼットとはみたいな、割と固く作ったつもりだったんですけど、ライブをやってみればいつもの自分たちの延長線上にあるものだったのかなという印象です。ツアーを一本一本こなしていく、こうアルバム出してツアーを回ってっていう今までの流れと特に変わりもなくやってたはずなんですけど、なんか自分の中でこうドグマっていう作品に対する思い入れがかなり今回はちょっとこう強くて、まあそこぐらいですかね、違いっていうのは。もうだからそのガゼットっていうもののこうバンドの本質っていうか、そういうものをしっかり見せるっていうもとにこう作っていった感覚があるので、まあ、それを今絶賛ツアー中ということで、そのまま素を出すというか、うん、ありのまま出すっていう感覚はあんまり作ってる時と変わりはないですね。まあ、もともとこのドグマっていうアルバムを作った時に、今までにないくらい激しいアルバムを作りたいっていうとこから始まったのがきっかけで、そこからこう世界観とかいう深いものがついてきたんですけども、でもその当初思ってた激しい曲たちもかなり振り切ったアルバムっていうところにはかなり最初に望んでたような通りにはなってるかなと思います。手応えという面では、まだなんかちょっと完成段階で終わった感じがあったんで、なんかまだまだ、まあその後の Do も続くっていうのもあったんですけど、その日のテンションにかなり左右されるなって、同じセットリストとかでも割となんかこう感じ方が違うというか、だからそう、まあ生ものって意味ではやっぱそういうアルバムなのかなっていう感じがするんで、だからどこが一番完成形なんだろうっていうのはやっぱ探ってる感じではある状況かな。まあ多分こうね、自分たちのこう弾いてるボーダーライン的なものがいつもよりもかなり高いので、こう理想が高いがゆえにやっぱりこう完成するまでにかなりこう時間がかかってるのかなっていう印象が案には結構あって、でまあ最終的にこうシングルのそのアグリーがまだ入ってない段階なので、完全に完成とはいかなくともそれなりに見えるかなと思ってたんですけど、まあ考えることが多くて一本やればまた考えて、まあそれだけ今のバンドの状態っていうのがいい状態なのかなっていうのはすごく感じますけどね。まあ、そんなに大きくはいつもと変わらないですけど、まあ、みんなで試行錯誤しながらどういう世界観を作っていきたいのかとか、どういうバンドの見せ方をしたいのかとか、そういうのを割と真剣に話し合えるというか、今までそうじゃなかったわけじゃないですけど、それだけやっぱりテーマとしてしっかりしたものだったのどうなってたら、まあ、そういう感じのいい空気でやってたかなと思いますけど、まあ、なかなかすぐ完成するっていうのはやっぱ難しいと思うので、まあ、案だけではやっぱできない部分っていうのもあったし、まあ、それをまた Do で活かして、まあ、代々木までに完成すればいいかなと思うんですけど、まあ、何よりもこう自分たちもファンもこう楽しくまずは回れないとつまんないんで、でもその点では案はかなり楽しく回れたなと思いますね。なんか時々嫌になることがあるんですけど、
今回はなかったですね。なんか嫌になったというか、バンドが嫌だったわけじゃないんですけど、なんかきついなみたいな。体力的には当然きついんですけど、なんかメンタル的にはかなり、健全な状態でできたかなって感じですね。こうツアーがアンドゥとこう2本引っ換えてる中で、そのアンをやった時にもう本当にアルバムを作った時のイメージを 100% 出したぐらいの勢いでやっていったんですけども、そこでなんだろうな、これドゥになることによってこう引き算していったってことは、割と当初アルバムを作ったイメージのさらに先を行ってるような意識がして、本当にアンっていうのは予想はるかを超えたツアーだったかなって自分の中でもあります。まあ割と、気持ちに素直なというか、まあそのバンドの瞬発力じゃないですけどっていうのは表現できてるのかなっていう感じがしますね。なんかもうすごいシンプルな曲なので、うん、勢いもあってライブではすごく良い感じになるんじゃないかなとは思います。だから割と皆さん飲み込みも早いみたいで。早いね今回は。そりゃそうだよね、PV がね。まあそう、他のそのシングルの曲が入ったことによって結構全体的なイメージが変わるというか、変わりつつあるのかなっていう感じもありつつ、まあどこが正解か、なんか割とその案でやってはいたんですよ、20本近く。だからまたその3曲が入ったことによってもう一回1からやってる感覚があるので、だからまあ探ってる感じではありますが、割とでもまとまりやすく無駄はそぐような感じになっていくのかなっていう感じは、早い段階で逆に完成形が見えちゃうと、またそのまだ全然あるんで、その途中でまた変わってくるんですよね完成じゃなくなっちゃう。いつが完成かっていうのは難しいところなんですけど、まあポッとした時にこう、例えばすごい地方でライブやった時になんかすごい頭からケツまで良かった時もあったりして、まあ、それが完成といえば完成なんだろうなというか、まあ、基本みんながバーンとテンション上げれて良い感じにできてれば一番いいんですけど、やっぱ今はまだここがこう、ここがこうとか、これは良くなかったとかっていう改善点が出てるうちはまだかなっていう感じではあるんですけど、また何を直せばいいのか分かんないんだよね。うん、そこがまず手探りだもんね、うん、やってみないとわからないっていうことが多くてライブの中で、とりあえずやってみようって今スタンスでバンドマンはいるんですけど、でやってみてよかったねってなればいいんですけど、やってみてまた違ったねってなった時がまた話し合いでやってる途中から違ったねって思うときあるんだやっぱ違うのかなっていう、まあ楽しいですけどね。うん、であと必ず全部ダメだったねってことはないんで、やっぱりここはいいよねとかって、うん、思うところもあるし、部分でいいところはあるので、そこを生かしつつもっと良くするには、もっとこう世界に入り込めるような感じにどう演出したらいいかなっていうのを、まあ、メンバープラススタッフとなんかこうコミュニケーションを取っていいテンション感で今はやれてる感じですね。前回の案っていうのはもともと自分たちが思ってたそのドグマであって、そのドゥっていうのがそのワンツアー回って思ったドグマというか、無駄がないような、ここまでなるとは想像してなかったですけどねこっちが逆だったんだよね本当はどんどんこう増えていくっていうイメージだったんですけど、半やりながらちょっと半信半疑でも、これってもしかして削っちゃった方がいいんじゃないかなと思いつつも口に出せないなと思ってでもそれを重ねていくうちに隠しに変わってるんで、やっぱなくした方がいいでしょう。照明が凝ってるっていうのはちょっと安直なあれですけどまあその演出的にセットが邪魔だったっていうのはやっぱありますよね、特にどのライブが悪かったわけじゃなくて、常にその先が見えてしまうから
それで進んでいった結果こういう感じの舞台になってるっていうのもあるし、結局はまあその繰り返し繰り返しで常にいいライブができたらいいのかなと。まあ何らかの成果は難しいんですよね。だからいつもファイナルだからやっぱ最高でなきゃいけないんですけど、いわゆるないんですよね。何を特別に、でも今回結構回ってるんで意外とラフな感じでできたらいいなと思うんですけど、まああとちゃんとそのドグマで思う部分をちゃんと表現できてたらいいなっていうか、その先はないんで、もうそこでちゃんと完結できるようにというので、まあ、プレッシャーもありつつ楽しみつつな感じではあるんですけどね。うん。何よりも結構自分たちが結構楽しみなんですよ、どんなファイナルなのかなっていうのは、今こう絶賛ツアー回ってみんな日々こう思うことがあって、こうしたらいい、あしたらいいっていうのを感じながらどんなファイナルになるのかっていうのをね、日々変わっていくんで、きっと多分頭の中で、それぞれの頭の中で思い描いてるファイナルっていうのはもう日々変わっていくので、ここからすごい楽しみですよね。そこに楽しむことが何よりだと思うので、本当に、ね、まあこうアンとドゥを回って、まあドゥが3本ぐらいしかやってないんですけど、まあその中で見つかってドゥでできなかったことをやるもよしだし、この流れをキープしたままドグマっていうものが何だったのかっていう答えを出すのもいいし、どんな形になってもやっぱそれを後悔しなければ揺るぎに立つ意味があると思うので、そうですね、しっかり考えてやるべきことを揺るぎでやれるようにしたい。まあ、でも結局アンとドゥの演出もできない部分とかもあると思うので、きっと誰も知らないそのドグマの世界を見せられると思うし、まあ、ぜひ見に来てもらいたいなっていうのはありますね。まあ、代々木だけが成功してもね、まあ、あんまり意味ないなとは思うんで、まあ、まずは今回ってるツアー、まあ、一歩一本、まあ、毎日がファイナルだと思って、まあ、その結果が代々木につながればなと思うんで、ぜひ皆さんにも来ていただきたいですね。もともと黒のイメージをすごく押し出してたんで、まあ、何しようかなって言った時に、まあ、でもすぐ思いつきました。黒といえば、うん、黒っつって、そのドグマ、いやドグマっていうタイトルにするのかって言ったら、なんかそれも違うなって言ったら、漆黒じゃろう、漆黒だろうよとっていう、でもうちら漢字のタイトルのファイナルってやったことなくて、そう、ね、なんか分かりやすいじゃないですか、やっぱ英語でドンとかになってるより、だからその分かりやすさが逆にやっぱすごい合ってるというか、まあ、いろんな意味で黒という意味をつけたんで、なんかそれがこう表現できるようなライブであったらなとは思うんですよね。今年すごく走り続けているので、まあ、そう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 ですね。そうそう。え、まあでもいろいろ考えてはいますけど、なんかまあでもやっぱ楽しめることはやりたいかなっていうか、最近はまずの変なルーティンにこうならないようにやったのが今回だったんで、なんかまた戻るようなことは多分ないのかなっていう感じがしますけど、うんうん、最後まで突っ走りましょうよ。そうですね。何ができるか分かんないですけど、まあでもライブ以外でも楽しめるように、ライブ前から楽しめるようには考えてますけど、早めに入りしてもらって楽しんでもらえたらな。